エシュナサイネアのヤゴアシヤゴとは、トンボ目、特にトンボア目のものの幼虫を指す通称。肉食性の水性昆虫として有名である。語源は成虫であるトンボを表すヤンマの子を略してヤゴと称された。別名タイコムシ、あるいはワラジムシとも言う。昆虫の幼虫の中には、成虫とはとても異なる姿のものがあり、 それらの中で昔からよく知られているものには、成虫とは別名で呼ばれているものが存在する。ヤゴもその一つで、成虫とは外見や生態は全く異なるがトンボ目の幼虫である。ただし、トンボ目の中でも糸ト,トンボア目の幼虫は姿が随分異なり、おそらく本来のヤゴはこれを指すものではなかったのではないかとする説がある。しかし、 現在ではトンボ目の幼虫を総じてヤゴと呼ぶ場合が多い。トンボはすべて空中での生活に高度に適応した陸生動物であるが、その幼虫であるヤゴは水中に生息する水生昆虫である。不完全変態であるから、基本的には成虫とさほど変わらない構造をしているはずであり、実際余計な付属死があったりもしないし、羽も小さなものが背面に出ている。 しかし外見は大きく異なり、一見すると軽やかに空を飛ぶ成虫からは想像できない姿をしている。肉食で主に小型の水生昆虫を食べる。小魚の体液を吸うこともある。様々な形のものがあるが、共通する特徴としては以下が挙げられる。水生昆虫の脚部は泳ぐことに適した形になっているものが多いが、 ヤゴの足はむしろ水底を歩くのに適した形をしており、水生昆虫としてはあまり泳ぎが得意な方ではない。これは、ヤゴが泳ぐ際には足を使わないこととも関係している。ただし、水からすくい上げると、存外しっかりとした足取りで歩けるものも多い。また、足関節がすべて前方に曲がるようになっている。幼虫の器官は、 数週間のものから数年に及ぶものまで様々であるが最終的にはヤゴが陸に登って浮かし成虫となる。ヤゴのいる水辺を探せばその時の抜け殻を探すことができる。羽化を行う時、トンボ、ヤンマ、糸ト,トンボなどは脱皮の際に抜け殻に腹部で引っかかることによって背後に向けてぶら下がる姿勢をとるのでほぼ垂直な面で頭を上に向けて止まる。 これに対して、サナイトンボ類は、抜け殻から腹部を使って立ち上がった姿勢をとって、ぶら下がらないので、ほぼ水平な面に止まる。トンボ類は、その多くがよく似た姿で、分類群の違いに基づく、外見上の差は大きくない。トンボア目か、イトトンボア目かが、はっきり判別できる以外は、あまり変わり映えがしない。しかし、ヤゴにおいては、その姿は大きく異なり、 分類群によってはっきりとした差が見られる。例えば、銀ヤンマ、オニヤンマ、コオニヤンマを並べると、成虫ではこれらが別のトガに属することは、専門家でなければわからぬほど似通っているが、逆にこれらの幼虫だけを並べてみれば、それが同じ仲間であるとは、到底思えないほどに異なっている。外見上では、イトトンボアモとト,トンボアモクとの差が大きい。 昔、トンボ類の幼虫は、トンボ目の、特にサナエトンボ類のそれに近い。ミヤマカワトンボイットトンボ、カワトンボ類のヤゴは、外見が一般的なヤゴとははっきり異なる。頭は左右に長い棒状で、体は前後に細長い棒状、あるいは環状になっている。短い体のものもあるが、幅広くはならない。足は細長く、それを使って歩くが、 全身をくねらせて泳ぐものもある。一般に、糸トンボ類は、体が細長く、柔らかな感じで、褐色から緑に近い色をしている。革トンボ類は、細いが、やや短い体で、がっしりとしており、茶褐色から黒っぽい色をしている。特に目立つ特徴は、腹部末端に細長くて扁平な機官エラがあることで、ある。このエラは、背中側に一つ、腹側左右に一つ、 合計三つあって、内部には、器官が入り込み、細かく枝分かれしている。このエラは、地ぎれすることができて、捕まえた時など、たやすく外れてしまうが、幼虫の生存には影響ないようである。また、この類の南川トンボ科のヤゴは、渓流に生息し、体はやや扁平で、その姿は、渓流性のカゲロウの幼虫にややにる。また、腹部の下面に、節ごとに体になった。 細い腹エラを持つ。これは腹部の付属子に由来するもので、トンボ目では他に例がない。節足動物は一般に大切ごとに一体の付属子を持つのが基本である。昆虫においてもそうで、祖先は腹部の大切にも付属子を持っていたものが、退化して亡くなったものと考えられる。幼虫では腹部に付属子を持つものもあるが、トンボではこの類以外では全く見られない。 従って、それが何らかの形で残っていることは、原始的特徴とみなしてよい。小山トンボトンボアモクの親子は、体は太短く、あまり体をくねらせて、泳いだりはしない。腹部末端には、押しなどが史上の突起の束となっている。外には、エラがなく、呼吸は直腸の内側にシワ状の突起となっている、機関エラで行う。呼吸のための水は、肛門から吸い込み、 また、肛門から吹き出す。この水の噴出を使って、ジェット推進の容量で素早く泳ぐこともできる。外見は、会グループごとにかなり違っている。ありがとうございます。